はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、隣の楓です。はい、寒いですね。そう、それでまあいきなり本題に入りますが、なんかね、おばさんが、まあ、月一県外にいるんですけど、県外にいるおばさんがね、あの時折月一ぐらいで、あのまあうちの実家の方に寄るんですが、まあこの通りなんですよね。ばあさんを自分のところに引き取りたいと、ずっと、もうこの1年ぐらい、1年2年ぐらいかな、ずっと言っているんですよね。で、もろは試しということで、まあ、数ヶ月前ぐらいにうちに来ないかと、あのまあ一泊、まあ一応ね、日帰りで、あのちょっともろは試しで来て、まあ周りを見てもらえないかっていうふうに、まあ打診してたんですよね、うちの母親の方に。で、母親が、まあ、ばあさんに、まあ、あっちの方でこう言ってるけど、どうって聞いたら、まあ、最初のうちはね、ああ、行く行く行く、行ってみたいっていうふうに言ってたんだけども、まあ、なんか心変わりをしたらしくて、まあ、その1週間後ぐらいに、直前ぐらいになったら、いや、私は行きたくないみたいな感じになっちゃって、うん、で結局行かなかったらしいんだけど、うん、でまあどうしてもなんか引き取りたいみたいな感じなんだよね、うん、であくまでもこれは私の意見というか考えというか、まあ今まで聞いてきた中で、うーんって思うことなんだけども、やっぱね、あの説得に関わってきてるみたいなんですよね、うん、ばあさんに対してね、うちに来ないかっていうことで、でまあうちに来たらこういうことがありますよとか、気分転換にね、あのこういうことができるよとかっていうのを、いいことをまあずっと言ってるんだけども、あのなんだろうね、ばあさんはね、いまいち把握ができてない、現状の把握ができてないというか、反応が薄いというか、渋っているというか、まあそういう感じみたいだね。多分ね、まあおばさんって、まあ今まではね、今までっていうか私の記憶の中では小さい頃にね、まあ同居していたという記憶がありますが、まあ結婚すると同時に、まあ、家を出て、それからおじさんの親と同居したことがあるのか分かんないんだけども、まあ、どうなんだろうね、今まで同居してたのが、まあ、うちの母親なんですけど、たとえ血のつながった母親でさえ結構気を使う同居なので、2世帯住宅、まあ3世帯だったんですけど、まあ大変だったんじゃないかなとは思いますね、うん、まあね、うちのばあちゃんがそのおばさんのところに行って同居して、まあうまくね噛み合えばいいんですけど、今まで住んでいた、まあ、今の実家と、その
おばさんが今いる場所っていうのが全然違う場所なので、なんかストレスがねたまる一方ではないかなっていうのはまあ思ってるんですよね。もちろん今住んでるところは神奈川県のまあある市なんですけど、おばさんが住んでいるのはまあまあ某県なんですけど、まあ行ってもいいんだろうけど、まあね、いろいろとありそうなんで、まあ某県のところに、住んでいて、まあもちろん関東圏ですけど、結構なんて言うんだろう、同じ神奈川県内に住んでいるけども、私の場合は結構ねストレスで風邪になりましたので、かなりね、まあ、90近いばあさんが他の県に行ってまあ慣れない場所でいろいろとねやるっていうのは結構なストレスがかかると思うので、まあどういう状況になるのかなと思って、一応ねマイナスの話はしてると思うんだけども、それよりもいいことのことがまあある意味持って話してる部分があるんで、だから、まあ、ね、他の人が聞いたら少々首をかしげることがあるような話もまあいろいろとね話してるみたいなんですけどね、本当に強引にかなり強引に落ちに来ないかって話をしているようですね。まあ、一応ね、うちの母親は、まあ、第三者的な意味合いで、まあ、ことを見ているんですけど、まあ、行きたいなら、まあ、行ってもいいよっていう感じですね。まあ、その分行ったら行ったらで、そちらで、まあ、病院とか送り迎えとかねいろいろと自分らで行ってくださいっていう感じなんだろうけどね、一応ねまあなんて言うんだろう、手を貸してくれって言われたらまあ多分手を貸すんだろうけども、まあ私は手を貸すことはないかな。まあ今までね病院に行ったりとかしてたのはまあもちろん実家が今のところにいて行きやすいのと、私が行きやすいのと、まあいろいろとね、おばさんのところに行けないこともないけども、またなんかうちの母親とは違った方針で行くことが多いかなと思ってね、まあ、なんとも言えないんですけど、で一応ねおばさんのところはね、まあ、病人がいるんですよね、おじさんがちょっと体が不自由なんで、それの、まあ、介護もしなきゃいけないし、まあ、いとこもいとこでちょっとね精神的なものがちょっと弱くなってきてるので、
それの相手もしなきゃいけないし、でばあさんばあさんで、まあね、年寄り特有のものがあるんで、それも介護しなきゃいけないしってことで、まあ大変、これ以上ね、何を大変なことをするんだろうと思ったりするんだけども、うん、まあね、まあ、これで一回住んで1ヶ月後2ヶ月後にやっぱりそっちでお願いできないかしらとかって言わなければいいんだけど、うん、まあね、おばさんのところが比較的、まあ今住んでる場所と同じぐらいの開き具合というのかな、都市部だったら、まあね、あの、なんて言うんだろう、病院を、結構大きい病院だったりとかあるんで、ね、あの、無料の送迎バスみたいなのがあると思うんだけど、まあ、ちょっと内陸に行くと、あの、田園風景があるところに行くと、ね、バスが1時間に1本とかね、そういうことがあるし、タクシーもね、台数が少ないというかね、流してない部分があるんで、だからね、捕まえられなかったりとかするんで、まあ少々ね、疑問な部分が、まあおばさんに対して、まああるんだけども、まあうちでできるっていう自信があるみたいなんで、まあ試してね、ちょっとやってみてはいかがでしょうかって感じなんだけど、どうなんでしょうかね。まあ多分そのおじさんのことがあるんで、まあ介護は大丈夫よって思っているのかどうかなんですけど、まあね、あの、まあ、生前贈与じゃないけども、そういうことをね、狙っているのかなってちょっとね思ったりはしてるんですけど、まあ、そうじゃなくてもね、何かしらお金のことでなんか企んでいそうな感じがしてならないということなんですけど、実際どうなんだろう。まあこれね、ばあさんが渋ってるっていうことが、まあ何よりの一番の答えなんじゃないかなって思ってるんだよね。どうなのどうなのって聞いてはいるみたいなんですけど、はっきりしてって、行くの行かないのどっちっていうふうに言ってるようなんですけど、まあ、ばあさんが渋ってるっていうことが、ね、かなり答えになっているんではないかと。行きたくないという、まあ、答えになっているような気がするんだけどね。それが分かってないのか、何なのか。まあ、第三者の、まあ、私か、私の弟かに言わないと、まあ、気づかないのか。わかりませんけどね、実際問題どうなのでしょうか。まあ、このことについてはね、なんかあれだね、決着がつきにくいかもしれない。うん、まあそうなったらどうなることやらってことなんですけど、まあ大丈夫でしょう。まあ、私が口に出すことではないと思うので。はい。それでは、何の締めなんだろう。それでは皆さん、さよなら。